症状としてはやっぱり私の一番弱い部分ね、その胃腸、心臓がこう締め付けられるような感じで、ふっとこうあれさっきガス閉めたかなっていうのも、そういう不安がやっぱり雑念の一つなわけなんですね、私にとって。だからとにかくなんとかそのこれをそのこの症状を自分の力で打ち消そうとか対峙しようっていう努力を繰り返せば繰り返すほどどん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 あの症状はひどくなってきました。逆に例えばこうやって対面して、診察室で会ってる時にこの机を思い切り叩いてごらんなさいって言うんですよ。で叩いてどうだって言うと痛いです。この痛さが症状なんでね、強く叩かなかったら痛くない。つまり強く叩くっていうことはその力があるから強く叩くんで、それはよりよく生きようとするっていうことに置き換えて考えてる。その街歩いてても人からその自分の顔とか笑われてるんじゃないかっていう、焦るんですけどやっぱり不安で何か行動を起こせないって。体で経験して悟るわけですよ、自覚するわけですね。これは知的な理解とは違うわけだ。あの体験的に得得することですよね。今は変わりましたね。症状を持ちながらできてる自分が自分なんだっていう認めるようになりました。だから正直になったんだと思います。それだけを取り出してみるっていうと、その症状がものになってしまう。我々あの治療しようとする対象っていうのはものじゃなくて生きることそのものですから。